まるよ、始まるよ。ではお願いします。はーい、明けましておめでとうございます。くまみきでーす。ヤマーン、はい、おめでとうございます。ヤマーン、おー、いいのそれ。はい、ということで今年もはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。第3金曜日、はい、15時からこの時間は、はい、この時間はくまみきちゃんのかわいいリバーシティ星はい、なんと、はい、なんと、そう、今日ちょっとね、このコーナーに初めてゲストを、初だよね、初ですよ、初だよね、初だね、ゲストなしでね、そうですね、うん、ちょっとついに呼んでみちゃいました。特殊メイク YouTuber の森崎アリスちゃんです。はい、皆さんこんにちは。うわー、来ちゃったねはい、特殊メイクなの今日は。あ、今日はちょっと急に来てるかもしれないですね。普段からしてたらやだな、はい、そうなんですよ。アリスちゃんで、はい、ね、うん、今日ゲストに来てくれるまみちゃんに聞いて、うんうん、検索してみたら、お、ありがとうございます。すごいなんかちょっと モンスターっぽい、はいはいはい、ゾンビメイクみたいな、あ、はい、まあ、いっぱいやってます。画像出てきてるんですね、うん、そうですよね。はい、一応このロリータは、うん、
ピンク星人なんですよ。で、普段のなんかスウェットとかたまに今着るんですけど、それは人間の仮装って言ってて。そうなんですよ。仮の姿で。仮の姿で。まあ、じゃあ本当の姿ピンク星人。はいはいはい。普段は。そこ掘り下げます？あ、本当ですか？あんまり決まってない。雑なの？いや、ピンク星のお花畑出身っていうことになってるんです。永遠の16歳なんで。そうなんですよ。地球年齢っていうのも設定がありまして、ちょっと無理がある、いろいろと。いやでも今この喋ってる3人並んだらちょっと見た目が結構ピンク星いけるかもしれない。あんまピンク星のこと突っ込んでられないような見た目とかの。そうですね、はい、仲間のね、同じ匂いがするね。気になる。もともとすごい本当にグローが大好きだったんですよ。ただ単にそのグローが好きな女子みたいな、スプラッタ系とかが、テキサスチェーンソーとか、本当にグローいやつが好きだったんですけど、なんか自分でできるんじゃないかなって、なんかふとしたなんかきっかけに思ってやってみたらできちゃったっていう感じで、本当そんな感じで。全然普通に私看護学校行ってたので、あの全然いろんな面出してくれた。いや、そうですね、そっちの反対の方、直す方のでもなんかそうですね、で自分で独学でこんな感じかなと思って、映画とかドラマとか見ながら、そうなんですよ。でだんだんこう切ってやってみたりとかして、ボンドでやってみたりとか、身近なものから使ってやったりとかして。みんな多分あれなんですよ、特殊メイクで YouTube 検索すると一番最初にアリスちゃんが出てくるから、多分相当見てると思いますよ。本当ですかね。応援してもらってますね。ねえ、ありがたい。パッとしたメイクはトモリちゃんのとこ見てもらってそうですね、バランス取ってね、いただいて、うん、あ、ね、ちょいちょいね、うん、結構もう仲良くさせてもらってて、あげてるよね。あれだ、その YouTube スペースっていうのが六本木ヒルズにあって、で、まあ、そこは YouTube の撮影するためのスタジオで普段やってるんですけど、まあ、月1ぐらいでその YouTuber さんたちが集まるハッピーアワーっていうパーティーがあるんですね。そこで会ったのが最初ですね。そんなに経ってないね。ね、そうです、そうね、ピピッと来て、ズバズバズバと。お、なんだお前はみたいな。そんなに当たってないもんね。同じ匂いを感じて、なんかその時私も髪ピンクだったんですよ。なんか毛先だけピンク。あ、同じような子がおると思って。ね、ピンクやと思って。救われたみたいなね。近づいてねっていう感じだったんですよね。うろ覚えなんですよね、日本語あんまり。そうなんです。実家が埼玉って言っちゃった。いやいやいや。実家が。全然設定してない。生放送ですね。生怖いね。私もよく噛んで失敗するんだけど。いや、怖いわ。埼玉って言うと思わなかったわ。自分怖いわ。うん。実家は埼玉県、今地球に帰ってきてるっていうことになってるんで、そうなんです。そうです、埼玉に帰ってきてるっていう設定になってるね。帰ってきてるってことはやっぱり元は埼玉なんだよね。わかんない、もうわかんない。でもこの前子供にですね、あのいきなり聞かれたんですよ、ピンク星ってどこにあるのって言われて、おっと来たと思って、5歳ぐらいですかね、いきなり来て、多分私のこと知ってくれてて、なんか、アリさん、ピンク星どこって言われて、どこって言えばいいんだろうと思って、意外と近くにあるかもしれないよって言ったら、もっと掘り下げられて、ね、だからどこって言われて、埼玉かなもう、分かんなくなっちゃって、もう何聞いたのかね、ちょっとね、ちょっとね、もう正直ですね、もう本当
嘘つけないです。もう埼玉嘘じゃない、嘘じゃない、ピンク星に住んでますよ普段は、うん、ピンク星人ですから。そうです、埼玉にたまに実家に帰るっていう、地球に帰ろうかなって思ってます、たまには。